皆さんこんにちは。現在私はマンチェスター郊外の田園地帯を歩いております。今回訪れる世界遺産は目の前に見えるジョドレルバンク天文台になります。こちらでチケットを購入し、場内に入っていきます。こちらの建物は今年の春に新しく建てられ、中でドームショーを行っているようなので、チケットを購入し、入ってみたいと思います。そしてビジターセンターでは天文台の歴史などを学ぶことができます。またジョドレルバンクの歴史についても映像で解説されていたので、こちらでも共有したいと思います。はい、では一度ここでビジターセンターで学んだことをまとめてみたいと思います。ジョドレルバンク天文台は1945年にバーナード・ラベルが軍事用のレーダーを使用し宇宙研究を行ったのが始まりとなります。
1957年にラベル望遠鏡が完成すると、アメリカやソ連が打ち上げたロケットの観測や追跡を行い、実績を残していきます。また、パルサーやクエーサーと呼ばれる天体の観測にも成功し、宇宙研究に大きな貢献をしてきました。そして、ジョトレルバンク天文台は現在でも重要な観測をし続けており、光学天文学から電波天文学への移行を示し、宇宙科学の研究に大きく貢献したとされ、世界遺産に登録されています。それでは、天文台のメインでもあるラベル望遠鏡へ行ってみます。こちらの望遠鏡が完成した当時は、世界最大級の大きさを誇っており、現在では世界3番目の大きさとなっています。いかがでしたでしょうか。私自身望遠鏡の大きさにも圧倒されましたし、目の前の望遠鏡から遠く離れた宇宙を観測していると思うと、なんだか不思議な気持ちになりました。今回の訪問を機に宇宙についても少し興味が湧いてきたので、少しずつ勉強していきたいと思います。